渡る現状コメント、リバプールはやっぱり楽しい。リバプールの日本代表ミッドフィルダー遠藤航がクラブ加入後の手応えを口にした。昨年夏の移籍市場でリバプール入りした遠藤は加入当初こそ適応にやや苦しむも、徐々に真骨頂を発揮。負傷者の影響もあって出場機会を増やすと、本来のパフォーマンスをプレミアリーグでも発揮して定位置を確保し、ここまで公式戦24試合に出場してきた。そんな中、1月にアジアカップに臨む日本代表にも順当に招集され、リバプールのチームから離れることに。遠藤はクラブのインタビューで離脱について複雑な状況か尋ねられると確かに、少しそうですね、と本音を漏らしつつ、それでも、僕は日本代表でもプレーする必要がありますし、それは皆さんもわかっていると思います。最近の数試合で僕がここにいる理由を証明できたと思います。だから、カタールに行って良い結果を出して戻ってくるつもりですよと語った。また遠藤はリバプールでのプレーについて、アンフィールドで、リバプールのファンの前でサッカーをするのが本当に楽しいです。どの試合でもベストを尽くそうと努力していますし、ここにいられることをとても嬉しく思っていますと口にし、良い状態ですが、新年は始まったばかりなので、集中力を維持して、今後のあらゆる試合に向けて良い準備をしていきたいですと抱負を語った。遠藤の口から楽しいし嬉しいって聞けるのなんか泣けるな。まさか日本人がリバプールでスタメンとはな。練習からレベルが高いと言ってたもんな。そりゃアリソンやダイクと練習できるだけで守備力アップよ。サラーさんやジョタさんと対峙できるでもう眼福ですね。実力で奪い取ったスタメンには勝ちしかありませんよ。ドイツとはレベル違うもんね。本人が一番嬉しいはず。プレミア優勝してほしいな。本当に日本人の希望だわ。サッカー界でも憧れるのはやめましょう。こちらは世界のフットボール2チャンネルです。あなたの持っているサッカー知識をぜひコメントにぶつけてコメント欄を盛り上げてほしいです。他にも面白い情報を最新で知りたい方は、ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。